何の話したの？働いて3週間本当にローマンさんの歴史の話とか、まだ早い、どうやってやったとか。意地つくなお前、はい、入って1週間目なんですよ。そう、未経験で、いやマジで最初超自信満々入ったんですけど、マジで今ムカつくっす、マジで今ムカつくっす。今はガールズバー経営してるんですよ、実は。えそうそうそう、実は経営中。そうなんですよ。月収入どのくらいなんですか？でもまあ安定的に今最大100ぐらいは。俺はただのホストじゃない。新人なのに傍若無人なその態度、気持ちだけはもう生、まあ、要は売り上げないやつはねゴミなんだ。こんな新人入れて大丈夫なのか。ローランドがホストクラブを仕掛けて早4年。2号店のザシックはおよそ40名のホストを抱える大型店舗に成長。ホストが多いということはそのまま競争率も跳ね上がる。だからたった1日で消えるものも多発していた。そこで急遽新人発掘のためオーディションを決行。視聴者からの圧倒的な支持を得たのは元車掌。次は新潟です。お出口は左側です。ザドアズオンザレフトサイドウィロー。やるもん確かに。いやこれはまあ売れますわ。あ本当ですか。的が超えるな。今日1だよ。合格者10名のうちこちらの4名がザシックに配属された。いやマジ今回マジみんなかっこいい。すいません、ご一緒してもよろしいですか。すいません、失礼します。ローランド社長一押しの新人たちだったが、鬼軍曹黒崎は若者にどこまでもドライだった。続かなそうだな今回のオーディション組な。マジで。いやー俺もうマジでやめると思う、みんな本気で。あれは何を見てそう判断するんですか。普通に初日終わった後に普通にこれが初日だと思うときついって言ってたんだよ車掌が。いやお前ホストとして今日1問10のうち1問やってないよ。さぞそれは初出勤の前日のことだった。これ美味しい。酒飲めんの？ちょっと微妙です。じゃあ飲め。ふざけんなお前、ホストシャンパンやろ。カメラに記録された元車掌ホストの本音。鬼軍曹はこれを聞き逃すはずもなかった。え、死ぬかもね。疲れるね。やばいね。やばい。まさか今日飲むとは思ってなかったわ。殺しの位置から飲むと思ってなかった。まさかね。結構やっぱ死ぬね。よく歌舞伎町の洗礼などと言われるが、このシャンパンだって驚くほど高額なのだ。売れる売れないなんて続かなそう、ガチで。だからそれを残す努力はしますよ。ただ単純に続かなそう。先輩やお客さんからのせっかくの歓迎にどの立ち位置で弱音を吐くのか、鬼軍曹はその心持ちを危惧していたのだ。一方オーディション一期生に共通するのは人前で弱音を吐かないこと。来月掃除組多分抜けます、ね、ゴム切るんですか。多分抜けようかなと思って。あ抜けようかなと思ってたんですか。自分で思ったら抜けるんですか。あ自分で思ったら抜けれます。ビッグマウスと揶揄された的場、元ヤンキーなど彼ら特有謎のふてぶてしさが功を奏していたのだ。果たして草食系男子の行方は一体。一方ここザシックでは新人たちの2日目が始まっていた。2人のところを一緒に回って、はい、行っていきますか。はい、お願いします。体で覚える体育会系のザクラブに対し、教育係の先輩とマンツーマンで
割ときっちり社員研修。このガチガチの新人ホストはというと、俺にバレたんだ。顔採用ならぬ声採用で入った33歳ユウト。演じるのは何だっけ。桜井ユウトです。めっちゃイケボなんだ。お客さんへの気遣いもいい声で。ストロー酔いません。酔いそう。3年連続億超えのエイトを前にテーブルを回し、さらに病院に、ありがとう。ありがとうございます。めちゃめちゃ緊張しました。いい感じじゃないです。本当ですか。なんかお姫様なんかえいみたいな。こんな入ってそれからそんなすぐ喋れなかった。本当ですか。エイトさんが話してくれたからめちゃめちゃ今の件やってるだけある。はい。俺もだけ何とかあるから回るときちょっとよろしく。いいんすか。全然いいの。あざす。よろしく。いいんすか。全然いいの。あざす。ハマった。新人組の接客デビューをさりげなくフォローするのは、あの相番だから担当の分のこ、グラスとコースターも置いといてほしい。置いといてほしい。ホストになるため500万円かけ歯をセラミックにしたラディッツ。実は彼は正代の先輩やから仕事の。え、何の話ですか今。はい、正代の先輩。あ、そうです。地元の先輩。そうなんです。友達なんで。こいつ車を上ぶった切ってオープンカーにとんでもない車乗ってたり。元飛行少年正代の地元の先輩。そんなセラミックはホストクラブなのに席を移動せず。お願いします。はじめまして、ランチ。今ただ4時間ひたすら座り続けたという前代未聞の記録の持ち主。助け合いですから、ヘルプは。はい、売れてるんだって。別にナンバーのエイドだってヘルプするじゃないですか。あんな今日4択いて4択いんのにこうやってヘルプするじゃないですか。だからそこはヘルプはみんな平等にこうやっていくのに、だからナンバーのエイドがヘルプしてるのにもうあの自分の世界入っちゃってさ、ああいう新人の子は。あれホストクラブじゃないですやってること。僕が憧れてる先輩の理想としてるホストじゃないですよってちゃんと言ってます先輩に。すいません、ご一緒していいですか。戻ってきました。戻ってきたっす。酔いすぎてもうめっちゃイチャイチャしてましたもんね、ずっと。すいません、いただきます。ここお店ですからね、お店。そうそう、離れないといけないっすよ。あの居座り事件から早1年。結構もういっぱい飲むじゃないですか今。いますね結構。なんで自分で行くんですか。まあ自分から動いた方がいいかなって。やっぱ背中で見せないと、やっぱ僕たちがやらないと他の人がやらないかなって思うんです。周りを見渡し率先してヘルプへと回り、新人教育をする立場へと急成長を遂げていた。そんな中、社長ローランドは一押しの新人たちがとにかく気になっていた。と、目の前で始まったシャンパンコール。センターには前日猛特訓したばかりのユウトの姿。ラストスピードじゃない、フルスピードが大事だから。はい。しかし素振りの甲斐なく、ユウトの手元をよく見ると明らかに フォームを崩していた。クラブにはロマネいるから別に俺いなくてもちょっとなんかローランドいるっぽくなるなってことに最近気づいて、最近シックいっぱいいるんで、ぜひぜひまたね使わせてくださいということ。とここまでは平和だった。お願いします。微笑ましいオーディション組の奮闘を尻目に、一足先に入店したクセモノがいるという。ホスト歴1週間、ケンシロウ。
実はこの男ヤバいらしい。別のホストのインタビュー中で、そしたらなんかそのファーストした新人の子に今総合さん指名でいいですよって言われたんですけどみたいな。真剣な先輩の後ろで新人なのに堂々のピースサイン。オープン前、先輩からの研修シーン。カメラが近づくと、彼の右手に注目。先輩にバレずに秒速爪痕を残し、このタイミングでのピース、ひたすら無になるだけの先輩たち。その後もケンシロウはカメラをひたすら意識。接客の音声を聞いてみると、あまりなかった。ピッチまでよろしかったですか。はい、わかりました。めちゃめちゃいいできる。どうタクシーですか。イグラスピードマン。まず失礼いたします。すいません、なんかたどたどしくて。そういう。思ったことが口に出てしまう。やばいやつ。キッチョもボトルが入りましょう。そんな新人ホストがローランドの常連客をヘルプ。見ているだけで心配だ。まあね、まあ簡単なことってあんまり魅力感じないしね。なあケンシロ、何の話してたの。意地つくなお前、はい、ほら、はい、ローランドが怒るのも珍しいことだが、ケンシロウは、いやマジで最初超自信満々入ったんですけど、マジで今ムカつくっす。いやだって周りがやっぱシャンパンコールバンバンじゃないですか。いや俺なんで俺が入んねえんだよっていう気持ちで、悔しい。いやいや未経験者ですけど、気持ちだけはもう生。そんな彼には実はもう一つの裏の顔が。前は何やってたんですか。前今はガールズバー経営してるんですよ実は。えそうそうそう、実は経営中。そうなんですよ。月収入どのくらいなんですか。でもまあ安定的に今最低100ぐらいは。なんと埼玉にあるガールズバーのオーナーと二足のわらじ。ではなぜホストに。いやオーナーとしてもうなんか楽に、なんだろう、ぬるぬる生活してたんですよ。で僕が30歳になってこのままだったら死ぬなと思って。なんでだってヌルヌルしてるやつに、じゃあ30歳になって魅力ないじゃん。でもだって経営してるんですよ。そうです、経営してますよ。それが何がヌルヌルです。いや任せてるんですよ今。店長はすごい育ってきて。あ、ということはもうあのお金的にはそんな困ってない状況なんですか。そうです、お金はまだ困ってないです。ただ精神的には困ってます。精神的に、はい、なんですか。いつまでホストやるんですか。じゃあとりあえず半年間ガチで、うん、半年間やってもう売れないやつは僕センスないと思うんで。まあでもそういうことがね、まあ、要は売り上げないやつはねゴミなんで、ゼロからまた頑張りますよ。経営者、時々ホスト、そんな新たな働き方も今時なのかもしれない。一方目の肥えた常連客は恐ろしいことを口にした。補助的にさ、このなんかさ、新人のオーディション組の子いるじゃん。誰が売れそう。ケンシロウくん。ケンシロウか。あー、ケンシロウね。まあオーディション組ではないけどね。うん、まあでもね、1年後にやっぱ映像を見ると面白いのよ。なんかこんなやつが売れたんだみたいなのがあるから。あー、うん、私姉さんとか。俺も売れるかな。2回。我々のカメラではまだ彼の本性を映し出していない。1年後が待ち遠しい。それぞれの都合が入り混じった1日が終わり、新人の組織的な育成を急ぐザシックの反省会が始まる。4月27日の修理を始めます。お願いします。まず、みん
な多分最初新人だったと思うんですけど、やめてえなと思う瞬間でどういう時かっていうと、俺何したらいいのかなって思う瞬間っていうか、俺って別にこの店でいらなくねっていう風に思った時に、おそらく俺この店に必要ないんじゃないのかなって思う瞬間だと思うのね。ってなってくると、しっかり先輩たちが、暇そうにさせない、なんか仕事振るのって嫌な先輩と思われるかなって思うかもしれないけど、もうどんどん振った方がいい、お前ら働かなきゃダメだ、これとこれとこれとこれをやんなきゃいけないからもっと頑張れよっていうようなことを、お前ら先輩がまず言ってあげるっていうところがまず必要になってくる。あとは検証もそうだけど、今日は体力ですし、肘ついてたりとか、ああいうのって、まあ、お客様の前でこうね言うのもあれかもしれないけども、まあ肘つくのは良くない、はい、単純な理由ね、失礼だから、はい、っていうようなところで、新人の子たちは多分分からなくて罪悪感もなくやってしまうと思うから、そこをみんながいやなんか言ったら俺を嫌な先輩と思われるかなとかって思わなくていいと思う。仕事振ったら嫌な先輩と思われるかと思わなくていいと思う。もうちゃんと言ってあげるべき。だからその辺を、しっかり言える努力をする、で言われた側しかそれを聞く努力をするっていうところを大事にしてください。そしてこのチャンネルはみんなが意識しないけど130万人の人が見てるチャンネルね、やっぱアピールしなきゃいけないし、俺この前あのブラックピンクの5万人のライブ見に行ったんだけど、130万人って5万人の何倍かって言ったら、俺はちょっと計算が得意じゃないですけど、なんか16倍です。頭の人がいましたけど、まあ東京でも16万人の人たちが見てるわけですよ。これもうちょっと先輩なんか気遣ったんですけど、26倍です。16じゃねえじゃねえ。ベロベロですこれは。4月27日の営業終わります。お疲れ様でした。